さんこんにちは。僕が見たかった青空の金沢亜美です。伊藤柚子です。砂上優奈です。早崎鈴木です。今回の動画は題して僕チューブから僕青メンバーに差し入れしてみた。イエーイ。今日は結成1周年記念、僕が見たかったアーマーライブボリューム1、当日です。ここにも僕チューブからの差し入れと定点カメラを廊下に用意しておきます。美味しい差し入れをあげたいなって思ってるんですけど、でもこれはただでは食べられません。厳しいですね。はい、じゃん。一発ギャグ、僕青メンバーのモノマネ、ワンマンライブの裏話、どれか一つをカメラに向かってしてもらいます。面白くなりそう。これをしないと食べられません、はい、はい。で、ね、差し入れは、差し入れはですね、角王山フルーツ大福弁財天のフルーツ大福です。おー、これめっちゃあれじゃない、ゆずも美味しいよね。しかも種類がめちゃくちゃあって、マスクメロンとか完熟ワインとかスイカとかあります。私たちも積極的にメンバーを誘って、これをやってもらって写真をゲットしてもらいます。私たちもこれをやったら食べられる、どうかな。私たちもやらなきゃいけない。じゃあちょっと見えない、一発ギャグ。今髪落ちましたよ。ちょっと笑ってくれますか。一発ギャグちょっとお手本。お手本？お願いします。じゃあ今これやったら一つ。あ、でもいいじゃん。さすがに。で、お題出るんだよ。じゃあ一発ギャグいきます。角王山フルーツ大福弁財天おててペン。はい。こういうことで。ありがとう。一発ギャグが決まりましたね。いいですか、決まったね。決まりました。じゃあ食べる？食べます。このゴールドキウイでいきます。あ、でも一番大きいやつ。このゴールドキウイ。じゃあ初ゲット者はミウナということで。はい。ゴールドキウイゲットでーす。ちょっと今から挑戦するメンバーのみんな、こうなりますので、覚悟しておいてください。それでは、スタート。では、そのフルーツ大福を、このお弁当が隣にあるんですけど、そのお隣に添えておきます、はい、なのでメンバーも引き寄せられるのではないでしょうか、みんなここ座るから、絶対ね、絶対見るよ。ここでお姉さんが、お姉さんがちょっと やってみたいということで、そう、食べたいんで、やります。どれやります。ボソーメンバーのモノマネでいきます。MC の先に他のメンバーの話を聞く柳堀かれんちゃん。おお、私が MC ってことで、ね、ちょっとまた拡大してもいい？ OK。 よし、今日のライブの意気込みを、じゃあ砂上優奈ちゃん、はい、お願いします。結成1周年やってる、すごく皆さんと一緒に青春していきたいと思いますね。わかる。ありがとう。言ったの、言ったの、このね、ちょっと向きすぎかもしれないって言った言ったけど、昨日もちゃんと向いてました。そう、私も昨日見ていいことだよね。そう、いいことなの。見てくれる、いい子なの、結構いいとこ攻めて、今 50% 来たんで、あと 50% あって、もう50お願いします。50%携帯を探す、来ました。お、ね、私の携帯知らない。めっちゃ似てる。一発ギャグがあって、なので今から披露したいと思います。じゃあ忘れ物をしたということで、はい、してた、はい、今日は、忘れ物をしてしまいました。本当にすみませんでした。こんな私は出来すぎくんではなく、出来なさすぎるエレンくんです。何これ。
なちゃん大ツボなんですよこれ。あ、違う、大好き、本当に大好きです。いい感じ、いいですか。できなさすぎるエリくんです。あ、いいですか。え、振りも考えたね。振りはエリくん。そう、振り付けは私が考えました。いい、ね、コレオです。じゃあゲットで、はい、いいですか。ゲットです。あ、嬉しい、ありがとうございます。いただきます。ボクチューブさん、ありがとうございます。いただこう。やったー、あ、ゲットゲット、みかんゲット、ありがとう、嬉しいよ。モード、あ、わかった、はい、あります。裏話、じゃあリハーサルの時にハイソックスを履いて、結構激しめのダンスを3曲踊ったんですけど、どんどんみんな靴下が下がってきて、いい感じにルーズソックスになって可愛くって嬉しくなりました。ルーズソックス履きたいです。それが嬉しかったです。嬉しかったんだ。そう、嬉しかった。ルーズソックス履きたいんだ。やった、ゲット。桃いただきます。ありがとうございます。え、どうしよう、ルーズソックス履きたい。はい、お、山口ゆあんのモノマネをします。です。かわいい顔で、化粧直しをするんです。ちっちゃい手柄を持ってやってます。そんなんやったら私もみちゃんとできるよ。やってみて、やってみて、みちゃんできるよ。今できる、一緒にやります。みちゃんと2人でせーの、上手。なんで、そう、ポイントがあって、だんだん顎下がってくる。あー、わかる、確かに。戻ってくる世界に。これです。いただきます。まずゴールデンキウイ。え、すごい美味しそう。弁当、あ、いただきます。弁当、私は虹の蚊にします。ありがとうございます。イエーイ。もっとレパートリー作りたい。マスクメロン、みかん狙ってよ。じゃあ私やろうかな。じゃあみかん待機しといてあげる。メンバーのモノマネしたいと思います。あ、当てる当てる。じゃあ、あやちゃんのモノマネします。あ、もう私。じゃあ、はい、ブログの写真を撮ってくれない時の楽屋のあやちゃん。ねえ、あや、誰かと写真撮りたい時、あやのブログに混ざってくれる人いない？みんな、めっちゃ可愛い。フェンシー違う。こんな感じやや、ね、こんな感じ。なんで入ってくれないの？わからないと思う。なんで入ってくれないの？マイマイヤもブログ的な。もう記憶がない。みんなのせいだから。イエーイ。あやちゃんの本性も暴きましたので。じゃあやもモノマネ1個するけど、やっててほしい。私もモノマネ1個します。メンバー言わないでやって。うん、行きます。ね、わかるって、みんなわかったもん。あ、まだちゃん。とてつもなく姿勢がいい、まだちゃんでした。どこかどこかかかってるの。確かに。以上、ミューナプロデュース、つまりはミューナプロデュースの一発ギャグします。はい、ウナプロデュース、ウナプロデュース、これは期待ない。バク転します。うわー、脳震盪、脳震盪、ちょっと絶対使ったもの。いいよ、ゲットだよ。イエイ。リコちゃん何にするの？いいと思う。あやちゃんも。え、すごい、今めっちゃみかんの気分。いちごだよね、いちご。いい、パインにする。あ、じゃあパインにしよう。パインにしまーす。いただきます。なんか団体芸をしてくれるみたいです、今から。行きますよ、行きますよ、よーい、アクション。ねえ、まーちゃん、A のヤクルト2000飲んだ。2000
飲んだの？飲んでない。じゃあみんな聞いて聞いてみんな。まあ、まあちゃんがエレンのヤクルト店飲みました。ガチなエレン。嘘って言った。あ、本家入ります。名誉毀損だわ。これ名誉毀損だわ。やってよ。本家入られます。本家入られます。まなちゃん可愛いですよ。あっ本家じゃない。番号にします。あ、ちびっこが来た。ちびっこじゃない。あ、ちびっこ3人で頑張る。一緒にしないよ。お次どうぞ。ちびっこや。あ、もう一回無理。どうぞ。あの、フルーツ大福が欲しくて来ました。やった、やった。もうどうする？どうしよう。一発ギャグ、メンバーのモノマネ、ワンマンライブの裏話。おー、何が一つだ。あ、ほんま優しいミーサ。いやー、誰か一発ギャグやってほしいなぁ。メンバーのものまねどうぞ。こちらの師匠のものまねを。何？嬉しい。そういうのわけですね。18歳、砂上優奈です。よろしくお願いします。素晴らしい。どうですか？まあ、いいんじゃないでしょうか。いい？めっちゃ似てた。本当に撮ってください。もう何個？何個でも。どうしよう。工藤ゆらには一発ギャグをやらせたい。おお。ちょっと今一発ギャグ考えます。考えてくれるの？ありがとう。その間頑張って何かしよう。じゃあさっきちょっとゆらに見せてくれたやつ。あ、私に喋りかけてくれた時の工藤ゆらです。ねえ、秋田にゃん、ゆはね、この服とこの服で迷ってるんだけど、秋田にゃんはどっちがいいと思う？やっぱこっち？いいよね、こっち。こっちにする。めっちゃゆは。めっちゃ似てるよな。めっちゃゆはです。やった。どうですか？じゃあ、秋田にゃんがする秋田にゃんのモノマネをやる。悔しい？いいよ。秋田リアンです。マジ見てない、マジ見てない。これをリアンがやります。自分で。さらに、ウナがリアンと共にするウナを真似する。秋田、はい、リアンです。はい、オッケーです。やった。どうぞ。おかしいけどな、絶対。ミヤナさんが考えてくれた。今日の裏話。うんうん。今日の裏話。さっきすずちゃんが蜜取ろうとした時にバッてやったらギューしてくれました。かわいい。かわいい。バイバイ。かわいい。かわいい。ね、いいじゃん。大福食べたいな。大福が食べたい。あなたに。大福。ヤギです。ヤギです。
くだらないやろ。可愛いね。くだらないよ。エレンに見せてもう一回やって。エレンに見せてもう一回やって。エレンだけに。エギです。エギです。めっちゃ可愛いんだけど。可愛いよね。これはもうどうぞ。あ、もうどうぞどうぞ。ぜひぜひ。ありがとう。いただきます。涙を流すものピアッシュいきます。涙せーのシュールすぎまたる人にしかわからない。一回やったらもらえないけど、ちょっと見とくからやってよ。ふみちゃんの方が楽しみです。やばい、リップ中国じゃないよ。ふみちゃんやって。何をやるの？何時今？一発ギャグやってじゃん。15分じゃん。15分だよ。一発ギャグ？うん。え、じゃあ、デキトワの。あ、どうぞ。デキトワ。やっぱ、くだらなくないデキトワで。やばい。わかりました。もうわかりました。ご協力のこと、応援してくれて、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。バイバイ。いいね。これはうまいです。絶対にないだろう。え、これ何？本当セット。なんかもらったから。ヤギさんもですか？うん。でも私だけ知らない。ありがとうございます。いや、無視だよ。無視だよ。応援ありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。あ、ほらっていうやつ。そう、ありがとうございます。そう、バイバイ。そう、今リハーサルが終わりました。ライブの裏話、今日のしゃがみの話。あ、いいよ。今日あのアミちゃんと2人であの来たんですけど、あのこのね、ゼップのね、あの楽屋に鏡が6個あるんですよ。鏡の席が、うん、女優ミラーみたいな鏡がついてる席が6個しかないんですけど、その、ね、6個絶対取るよって2人で話して、もうあのみんなで来るときも先頭に行ってもうあの真っ先に楽屋入って無事隣の席をゲットしました、はい、しっかり鏡の席をゲットしました、はい、隣です。ごめんね、みんな。ごめんね、みんな。ありがとう。勝ち取りました。イエーイ、イエーイ。じゃあじゃあもらっていいですか？え、何する？グー。ありがとう。え、待って、イチゴある？イチゴどれ？大好きなパインか、大好きなメロンか、イチゴ。でもアンテナのはイチゴだから、ね、じゃあイチゴにします。イチゴにしよう。私もイチゴだな。じゃあいただきます。頑張ります。頑張ります。見ててね。本番行ってきまーす。バイバーイ。バイバーイ。頑張ります。悔しいからもう一回やります。悔しいかも。神田駅で神田。これ結構見ちゃってるよね。このあげさっき。結構ね。2回ぐらいかな。